で、抗がん剤のことについてお話をしていきたいと思います。ちょっと前にですね、術後の、病理検査が出てですね、実際に、担当医の先生からですね、手書きの書類で、内臓が書いてあるね、書類を見ながら説明、お話をした動画をアップしてあるんですが、その時の続きになる感じでですね、抗がん剤の説明もしていただいたという感じになります。で、私の場合はですね、2つの、抗がん剤治療の案を説明していただきました。で、1つはですね、TC 療法というもので、2つ目が AP 療法というものになります。で、今はですね、結構病院側も TC 療法をおすすめしたりとかですね、患者さん側も TC 療法をやっている方の方が多いのかなというような印象はあるんですが、私の場合はですね、TC 療法がちょっとできないかったので、できないだろうという先生のね、判断と、もう私も多分無理だなと思ったので、AP 療法にしたという感じになります。私は AP 療法でした。でですね、TC 療法も AP 療法もですね、両方とも、抗がん剤自体は点滴で、体内に入れるというのは同じになります。で、あとはですね、まあ、体の状態とかですね、あと血液検査の結果とかですね、そういうのが特に問題なければ、だいたい3週間おきぐらいに、抗がん剤の治療、点滴をね、しましょうというのも同じです。で、あとは、とりあえずは6回、抗がん剤を点滴しましょうっていうのも同じです。で、副作用ですね。副作用も、TC 療法と AP 療法と、まあ、多少ちょっと違う出方が、副作用の出方が違うと思うんですが、両方とも副作用はあるというのは同じです。で、何が違うのかというとですね、TC 療法というのはですね、日帰りで治療ができるらしいんですね。なので、普通に朝、病院に行ってですね、で、点滴を打って、抗がん剤を打ってですね、それで終わったら会計をして、家に帰れるということが可能らしいんですね。で、人によってはもう入院の場合も、入院治療の場合もあるんですが、その場合もですね、入院期間は3日間で、3日間で、退院になるという感じになります。その点ですね、AP 療法はですね、入院は必須になっておりました。で、病院によってもちょっと違うと思うんですが、私のお世話になった病院はですね、月曜日から土曜日まで6日間ですね、6日間入院をしてですね、その6日間の間で、点滴とか、見たり、やったりしたことがある方はよくわかるかなと思うんですが、よく見る点滴の500ミリリットルぐらいの、このぐらいの、ビニール袋っていうか、なんか、こう、袋に入った、生理食塩水みたいな、点滴ありますよね。あれをですね、あと抗がん剤と、あと吐き気止めがちょっとちっちゃい、このくらいの、200か300ミリリットルぐらいかな。このくらいのちっちゃい点滴が2つあるんですが、それ以外、それも含めてですね、その月曜日から土曜日まで6日間の間でですね、28本から30本ぐらい点滴をするという感じになります。で、順調にいた時のお話をしますと、月曜日入院をした時にですね、まずとりあえず2本点滴があります。
で、次の日、火曜日はですね、抗がん剤の投与の日なんですが、その投与の日、火曜日がですね、全部で8本。で、次の日、水曜日が7本。で、木曜日が5本。で、金曜日が4本。で、土曜日が2本という感じでですね、本当に入院してから退院するギリギリまでですね、ずっともう点滴の針は刺さったまんまで、点滴をずっとしてるような感じが AP 療法になります。で、なんでそんなに点滴をしてるのかというとですね、その AP 療法は、2つの抗がん剤を使うんですが、その中の1つがですね、シスプラチンっていう抗がん剤を使うんですね。で、そのシスプラチンの中にはですね、白金、プラチナが入っているらしくて、そのプラチナがですね、すごい腎臓に、負担がかかるというか、悪影響がかなりあるらしくてですね。なので、抗がん剤、そのシスプラチンを投与した後はですね、なるべく早く、なおかつ薄めてですね、体外に出したいということで、これだけの点滴をしなければならないという感じになっております。それプラス、口からね、水分を取ってですね、毎日、トイレに行った時にですね、尿がどのくらい出たのかっていうのを記入するのと、あと、その日一日でどのくらい水分を取ったかっていうのを記入してですね。で、朝、体重と血圧を測ってですね、看護師さんがその書類を見てですね、体重が増えてる場合はですね、やっぱり体内に水分が溜まっている状態になるので、あとはもう尿の量が少ない場合ですね、基本的にはですね、1日3リッター以上は出さないとならないらしいんですが、それよりもちょっと少なかったり、出が悪かったりとかですね。あとは、体重がちょっと増えてたりとかするとですね、その基本の、点滴プラス利尿剤が入ってくるので、その尿の出が悪かったりするのが続いたりとかするとですね、トータル的には30本ぐらいの点滴をしなければならないという感じになるのがエピ療法です。なのでね、そういうのを考えるとやっぱり日帰りでできる TC 療法、入院しても3日間でね、終われるというのは、やはり体にとっても、同じね、やっぱり抗がん剤なのでね、毒を入れるといえば毒を入れるのは同じなので、体の負担はね、大差ないと思うんですが、3日間ね、入院だけと考えても3日間で済むのと、6日間、必ず入院しなきゃならないということではね、やはりちょっと違うのでね、ちょっとエピ療法は体の負担が強いのかなっていうふうに思います。で、とりあえず今日はこれまでにしてですね、あとはまた次の動画でお話、続きをお話ししたいと思います。